なーにどうして十二年も前の話にそんなに必死なわけ決まってるでしょその日に後宮エンジェが死んだからよ。あら、怖い怖い。ヒステリックに戦うところは後宮の血筋かしらあんたの教育の成果でしょあんたには全然負けるけど。 気は済んだ気は晴れたもう忘れちゃいなさいよ、全部。あんたが忘れさせないのよ。1986年10月5日のことをこれもまた、1986年10月5日の真実。信じられるわけないでしょ。冗談はその格好だけにして。 いい年したおばさんがよくもそんな格好でフリフリとできること。はははほエンジェちゃんは少し目上に敬意を持つべきね。このわけのわからない物語を見せておばさんは何を企んでいるの やめない